シタデル、算数上ラミエール国立歴史公園はユネスコの世界遺産登録物件の一つである。2019年の第43回世界遺産委員会終了時点では、ハイチ唯一の世界遺産でもある。登録名が表すように、国立歴史公園内に残るシタデル、算数上とその他の遺跡群が対象となっている。詳細は、 シタデル・ラフェリエールを参照したデル・ラフェリエール・シタデルは、1805年から1817年にかけて、標高970メートルのラフェリエール山の頂に建造された巨大な要塞である。アンリ・クリストフが中心となって建造をされた要塞で、独立間もない配置を再び支配下に置く。365門の砲台と数万単位の砲弾。 さらに巨大な食料庫と貯水槽も設置され、長期に及ぶ牢場船にも耐えられるように準備されていたが、実際にフランス軍が攻めてくることはなかった。20万人を駆使して建造させた党のアンリ・クリストフは国内の不満の高まりを受け、完成した3年後に自殺に追い込まれた。彼が自殺したのは近隣の算数上であったが、亡骸はシュタデルに葬られた。 1826年に描かれた算数条算数条は、ハイチのアンリ・クリストフが居城とした建物である。現在の北県のミローにある。建設は1807年に始まり、1813年に完成した。算数はフランス語で、ウイナシを意味する。算数条のモデルになったのは、ベルサイユ宮殿であり、建造にあたって、バロック様式が取り入れられた。 内装も高級木材や大理石などを使った豪奢なものでフランスやイタリアから取り寄せられた建材や装飾品も用いられた。ハイチで国王アンリ一世として君臨したアンリ・クリストフはこの城を居城としていたが国内の不満の高まりを受けて1820年10月8日にこの城の庭園で自殺した。ハイチの伝説では彼は 銀の小銃で黄金の弾丸を打ち込んだという。アンリの亡骸はシュタデルに葬られたが、自殺に関連して、算数上の遺跡では、亡霊が出ると噂された。彼の息子で王大使だった、ジャック・ビクトル・アンリも、同じ年の10月18日に、革命派によって、銃剣で刺され、この城で没死した。1842年に、カパイシャン一帯を襲った地震で、この城も、 大きな損害を受けたが再建されることはなかった。ラミエールの丘にはラテンアメリカで初の独立国となったハイチの独立当初の建造物群が多く残っている。シタデルや算数城はその代表的なものである。ラミエールの丘とその周辺は1978年に国立歴史公園に指定された。この地区は同時に IUCN の分類では 警官保国とされている。日本語名はいくらかの揺れがある。登録にあたっては、黒人奴隷が最初に勝ち得た独立である配置において、建国当初の姿を伝える貴重な史跡群である、ことなどが評価された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ユネスコ世界遺産センター P26、国連環境計画による、 概要説明ユネスコ世界遺産センター長谷川世界遺産検定事務局すべてがわかる世界遺産大辞典ゲマイナビ出版2016年世界遺産学検定公式テキストブック講談社2006年世界遺産年報2016講談社2015年ありがとうございます